大村城は、富山県富山市海岸通にあった、日本の城。日本海にほど近い神通川の河口の東側に、築かれた平城。城域は広大で、約1万5千平方メートルにも及ぶが、今後の調査によってはまだ広がる、可能性がある。この地は、城の北を、浜海道が通り、また、水運、海運も栄えた要衝であった。土類と堀が残っている。 また出次郎としては、腰中国美宝工場がある。英少年間に越中国の国人、靴和出氏によって築かれたという。腰中国新上場によっていた三輪の氏が、上杉勢に滅ぼされた後は、新上場をも、その管轄下に置いている。ちなみに、この殺し史に参見できる靴和出氏として、靴和田、文を守る、靴和田、貧を守る、靴和田、肥を守るがいる。 1578年、上杉方の越中国松倉城主、川田長近に攻められて落城。城主、靴和田文語の神宮美生は城を枕に打ち死にした。宮美生を含む靴和田方の戦死者は、随縁寺の北にある、精霊塚に葬られたと言われている。また宮美生の長男が生き延びて定発し、優先と名乗り、1568年に、 富山県富山市府中町下靴和田にある上福寺を開いたというが、時期的に符合しない。ちなみに、上福寺にある神金は、靴和田氏が神中で使っていたものであると言われている。城石には、随縁寺と指定が立っており、寺には、靴和田氏の遺灰と、宮尾聖が祀っていたと言われる阿弥陀仏が残されている。ありがとうございます。